はいどうもフランスガイド中村です今私たちがいるのはパリの17区のねとある広場にいるんですけども非常にねいい天気なんですよただちょっとね朝方なんかは寒くなってきてこれから冬になるなっていう感じのパリでございますさあ話は変わりまして今回もね楽しくキリスト教のイコノグラフィーを学んでいきたいと思いますそれでは早速いきましょうさて早速ですがこちらをご覧ください パリから電車で約1時間、シャルトルにある大聖堂です。一番下3つの入り口がありますよね。その上半円形の装飾部分、これね短パンという部分なんですが、その中央部分に注目してください。中央にイエス・キリストがいますね。これはなんとなくわかると思います。ではその周辺はどうでしょうか。 この辺はねつい見逃してししままうとところだと思いますよしかし知識があるとこの彫刻の意味が分かってきますひとまず何があるのか見てみましょう左上は天使左下は翼が生えたライオンでしょうか右下は馬かなあるいは牛かなそして右上はどうやら鳥のようですよこの彫刻教会の主要入り口の すぐ上にあるわけでしょ最も目立つところにあるんですから重要に決まってるんで,すよではこれら4つの動物は何を示しているのかというと新約聖書の「福音書記者」をそれぞれ示しているんです。ということで今回は「福音書記者」のアトリビュートを学んでいきましょう。ではとてもシンプルなことからいきましょう。 福音書者とは一体誰なんでしょうか新約聖書の最初の方に「福音書」というものがあります福音書にはイエス・キリストがどういう人かどういうふうに生まれてきてどういうことをやってどうやって死んだのかということが書かれていますさらに彼が復活したということも書かれているただしそれを書いたのはイエス自身ではありません イエスは一切文章を残していないなんですイエスに会ったことがある人かその周辺の人物かあるいは伝承をもとにギリシャ語で編集した人なのかなどなどいろんなことが考えられますがとにかくイエスの言動を証言する文書が生まれてきたそして最終的に4つの証言つまり4つの福音書として 聖書の中に組み込まれたっていうことなんですねそれぞれの作者が違うので作者の名前をとってマタイの福音書マルコの福音書ルカの福音書ヨハネの福音書と呼ばれています4つの福音書はイエスの言動をそれぞれ多少違った角度から報告しているんですね我々は福音書を読むことで イエスの言ったこと行ったことを知ることができるというわけですそれでは今回の本題に入っていきます4人の福音書記者たちはそれぞれのアトリビュートを持っていますアトリビュートというのは人物を特定するための持ち物や象徴のことでしたよねつまりそれぞれのアトリビュートを知ることで福音書記者4人の中の誰なのかを 特定することができますでは福音書記者マルコから見ていきましょうこちらは16世紀初頭にアンヌ・ブルターニュによって作られた自動書に描かれた細密画です人物が机に座り開かれた本を前に筆を握っている今ちょうどインク壺に筆を入れているところということは執筆中ということですね福音書を書をいた人物なので 本を執筆してていいるるところが表現されている彼の左にご注目ください。ライオンがいるでしょ唐突にライオンが出てくるんだけどもライオンが福音職者マルコのアトリビュートなんです。だからここにライオンがいる。もう一つ例を挙げましょう。ヴェルサイユ宮殿の王の寝室にある17世紀バランタン・ドブローニュの作品です。老人が両手を広げている 聖なる言葉が天から降りてくるのを待っているって感じですよね。画面右手には机があってその上には書物と筆。書物と筆があるから「副飲食者かな」と推測するわけですよ。しかしこれだけだと4人の中のの中誰なのかを特定できませんねそこで動物を探す,んです左後ろ注目してください。 ライオンがいいるじゃないだからこの人物はマルコとわかるということなんです今度はこちらをご覧ください。15世紀終わりに印刷され彩色されたニュルルンベルク年代記でございます本を持ちライオンがいるということは福音者マルコだとわかるんですよね。さあライオンに注目してください。翼があります。 福音覆者のアトリビュートとなっている動物は翼を持っている場合もあると覚えておきましょうマルコはアレクサンドリアに赴いてイエスの教えを伝道しその地で初代司教になりましたそして彼はその地で殉教します彼の遺体とされているものは今度は9世紀ヴェネチアに運ばれたですから聖マルコといえば ヴェネチアの守護聖人となっていますヴェネ町の,の紋章をご覧ください翼の生えたライオンがいるでしょうこれは福音書記者マルコのアトリビュートでもあるんですさて2人目いきましょうこちらはマタイです先ほどと同じように16世紀の細密画からスタートしますよ机に座った人物が 天使が持っている原本を一生懸命コピーしている <laughs> はいマタイのアトリビュートもう出てきました人です先ほども言ったように福音書記者のアトリビュートは翼が生えていることが多いマタイのアトリビュートは本来は人なんですけども翼がついた人として登場してくるのでマタイのアトリビュートは結局天使と見なされることが多いですねただ本来は人が アトリビュートになりますそれではこちらをご覧くださいカラバッチョによる17世紀初頭の作品聖マタイと天使ですオレンジのチュニックを着ている老人がマタイ質素な机に書物が置いてあり筆を持ちながら何かを書き留めようとしています情報には白い布をひるがえしながら飛んでいる少年翼もあるので天使に見えますよね 絵画のタイトルもそのまま聖魔隊と天使になっていますよく見てくださいマタイはちゃんと椅子に座っていません踏み台のような椅子も枠組みのような場所から転げ落ちそうになっていますああなんか書くことねえなー筆が進まないやばいよ締め切り近いのにまあいいやちょっと休もうとその辺に転がっていた雑誌を読んで くつろいでいた時に突如降りてきたあ来た,来た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 早く早く書かないと忘れちゃうそのまま机に飛びついて降りてきたものをひたすら書くそんな感じのね慌てっぷりがうまく書けていると思いませんかさすがカラバッチョ劇的な一瞬の動きを捉えているのでカラバッチョの絵はその前後を想像させるようになっていますよね素晴らしい 絵画だと思います続きましてルカいきましょうまずは先ほどと同じように16世紀の細密画から見ていきますルカのアトリビュートは左後ろにいますお牛ですここには単なる牛が描かれていますがもちろん翼が生えている場合もありますルカは椅子に座っていてマリア様の絵画を持っているなぜかというと 民衆の間ではルカは画家だったと考えられているんです。そして彼はマリア様の肖像画を多数描いた。その結果画家の守護聖人とみなされていて画家たちの組合は聖ルカ組合と言われることが多いんですね。そのためマリア様を描いている場面のルカがしばしば美術に登場します。 レンヌ私立美術館所蔵16世紀オランダ絵画を代表する画家の一人マールテン・ファン・ヘムスケルクの作品です左側で肖像画を描いている人物がルカですなぜわかるか左下牛ですよ牛がいるから福音書記者のルカだとわかるんですね牛は本を踏みつけているが ここれは福音書ってことでしょしかしまだ何も書かれていないルカは「福音書」を書くことよりももっと大切なことがあるということなんですよねじゃあそれ何かよというとマリア様の肖像画を描くこと右にはマリアと幼きイエスイエスの体が筋肉ムキムキですよねそして背景を見てください彫刻がたくさんある そのうちの一つは体を極端にひねったコントラポストというポーズになっています作者のヘムスケルクは1536年イタリアを旅行している彼はオランダ人の中でもいち早くイタリアルネサンスそして古代ローマ時代の廃墟を勉強した人なんです彼はそこでミケランジェロの表現にも触れているイエスの体がムキムキなのは ミケランジェルの影響とといううことなんでしょうそして背景に古代と思われる彫刻を描くことで自分自身の絵画の基礎には古代の彫刻作品の研究さらに言えば解剖学的研究があるんだぞとそういうマニフェストになっているわけです。ヘムスケルクは1545年オランダハールレムのセールが画家組合の組合長に就任しています。 その際に自らの芸術を示すためにこの作品を描いたと考えられています画家の組合が聖ルカ組合なのでルカを描いているんですねそしてここで描かれた聖ルカは画家として描かれているのでイタリアの文化を学んだ自分自身の投影でもあるという面白い作品になっていますそれでは最後の人物福音書記者ヨハネ行きましょう 例の通り、16世紀の細密画から見ていきます。福音書記者ヨハネのアトリビュートは、右端にいる和紙です。丁寧にインクツボまで持っているでしょうちなみに、ヨハネの福音書は、他の福音書と比べ、哲学的というか、抽象的な表現が多いんです。その冒頭は、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。 うーんよくわからないけどなんか深そうって感じでしょキリスト教の本質を言い当てるような奥行きを感じますよねわしは鳥の中でも最も高いところを飛ぶそうですヨハネの福音書も高いところからキリスト教の本質を言い表しているようなイメージなのでわしがアトリビュートになっています福音書を書いたヨハネは「新約聖書」の最後にある「 ヨハネの目視録を書いたヨハネと同一人物だと考えられています。画面の右上を見てください。頭がたくさんついた怪物が描かれているでしょう。これはヨハネの目視録に出てくる10本の角と7つの頭がある獣が表現されているんです。この獣は海から現れることになっているので、背景も海になっていますよね。さらにヨハネは。 他の福音書記者と違ってキリストの弟子12人の中の1人と考えられているんですさらに彼はイエスが愛した弟子という位置づけがされていますそんなこともあってイエスの卓形図ではマリアと共に十字架のそばにいるのはヨハネということになっています まあこの辺りは後々「卓系をテーマにした際にやりますので今回は覚える必要はありません。ということでまとめていきましょう今回覚えることイエスの生涯を語った福音書記者は4人そしてそれぞれ動物のアトリビュートがあるマルコはライオンマタイはヒトルカはオウ牛ヨハネはワシです排除ね 簡単でしょということで最初のシャルトルの大聖堂に戻りましょう現在であればイエスを囲んでいるのは4人の福音色者のアトリビュートなんだとわかるでしょでは復習ですよ覚えていますか左上天守なのでマタイ左下ライオンなのでマルコ右下お牛なのでルカそして右上はワシなので ヨハネキリストの生涯を福音書として残した4人その証人たちの中心にイエスという存在だけではなくイエスを残した言葉彼の行動が重要なので教会の主要入り口の真上に4人の福音書記者たちが表現されているということなんですね。 はいということで今回は4人の福音食者とその後リビュートをご紹介いたしましたこのね4つの動物は教会の至るところに隠れておりますのでぜひ探してみてくださいねちなみにこの福音食者たちを示す4つの動物は テトラモルフなんて言ったりしますのでまこのね言葉を覚える必要ないんですけども知ってたらかっこいいと思いますよというので紹介してみましたはい、それではね今回この辺にしておきましょう少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします皆様の感想をぜひコメント欄に書いてくださいね楽しみにお待ちしておりますということでまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました